こんにちは、腕時計のニールチャンネルのなちゃんです。今回は私も大変お気に入りになっちゃいましたアニエスベイの新モデル4つを全部ご紹介していきたいと思います。スペシャル仕様の限定モデルもございますので、ぜひ最後までご覧ください。アニエスベイはフランス発祥のファッションブランドとなっておりまして、カジュアルシックでかなりシンプルなデザインがたくさんの人に愛されているブランドとなっております。10月に発売された新モデルについてはこちらの動画でご紹介しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。そんなカジュアルシックなブランドからですね、今回は少しテイストが変わった新しいモデルが登場します。それがこちらです。こちらがですね、このトノーケースに長方形ガラスというこのアニスベイ本人のかなりですねユニークな発想を実現したモデルとなっております。アニスベイらしい要素はしっかりと残しつつ、かなりですね個性的で新しいデザインになっているので、きっと刺さる方が絶対にいると思います。ちょっとでもね、このパッと見で気になったモデルがある方はぜひ動画をかつり見てください。それでは早速ご紹介していきます。まずはですね、こちらのカーフバンドの方から行こうと思います。こちら、ネイビーのバンドになっています。可愛くないですかこれ。このコロンと丸っこい感じにこの長方形のガラスが入ってるのが、ゆるっと感ときっちり感がめちゃくちゃいい感じに融合していて超可愛いと思うんですけど、このトノー型っていうのがパル型っていう意味なんですけれども、1920年代から1930年代にかけて懐中時計が腕時計に移り変わっていく歴史があったんですけど、その中で懐中時計の丸以外の腕時計ならではの、このデザインをこう模索したところでこういうトノー型が生まれてきたっていう、まあ背景もあって、かなりですねこうクラシカルな印象が、まあ、トノー型ってあるんですけれども、この絶妙な曲線感とこの直線的なガラスを組み合わせることで、かなりですねこのレトロクラシック感がすごく強くなってるんじゃないかなと思います。でこのケースもちょっとですねマットに見えるような研磨のされ方がされているって、すごくアンティーク感がありますね。早速つけてみます。このカーフレザーの方のバンドはこのようなこの三つ折り式のパーツがついているので、最初にこうセッティングしておくだけであとはもうパッとつけれるので、忙しい朝なんかにもぴったりなんじゃないかなと思います。私手首が 14.5 センチぐらいなんですけど、まあ、穴はだいたい2つ残しで3つ目にさ、こういう感じで刺す感じですね。こういう感じでセッティングしておくとずっとつけれる。革バンドって毎回こう通すのがめんどくさいのが一つあると思うんですけど、そういう方にもおすすめできる形ですね。どうでしょうか。結構ねケースサイズが小ぶりなので手首が細い方も全然つけれると思います。どうでしょうか。結構ねこのバンドのネイビーが深めな感じなので、まあ、光によってはちょっと黒っぽく見えるかもしれないですね。なのでスーツとかピシッとした格好にも全然つけれると思う。文字盤はですね12時、3時、6時、9時のところはアニエスが書いたですね、手書きのアラビア数字になってるので、このアラビア数字が抜け感をきっと作ってくれてるかなと思います。針もちょっと丸っこくなってるのが可愛いですよね。ネイビー×シルバーはこんな感じですね。でもう一個赤色があるのでそちらもちょっとご紹介していこうかなと思います。こちらですね、こちらが赤色になります。ケースはゴールドになってますね。さっきとは打って変わってちょっと温かみのある感じの印象がありますね。デザインに関しては先ほどと一緒なんですけど、ここのリューズにクリスタルガラスが入っているのでキラッと輝くのがアクセントとしてすごく可愛いなと思います。これもちょっとつけてみますね。ウルベイエベ問題みたいなのあるじゃないですか。自分の肌色がどっちの色に合うかみたいな、かなりこう真逆に振った感じの時計かなと思うので、もしその自分の肌の色がどっちグループかっていうのを分かる方はそれに合わせてつけてもらうとめちゃくちゃ似合うんじゃないかなと思いますね。このような感じです。こちらが赤色ですね。こんな感じの茶色系とかピンク系のお洋服にすると合うかなと思いますね。
やっぱこの丸感可愛いですよね。で離れるとこの文字盤のやっぱ白がはっきりと前に出てくると思うので、シュッとかこうやっぱ直線的な感じが印象つくかなと思いますね。いいですよ、可愛い。このほっこり感いいですよね。持ってない方ぜひ買ってください。私もねちょっとどれにしようかなっていうレベルの悩みですね。本当にめちゃくちゃ悩んでます。似合ってるのがあったら教えてください。以上が革バンドの方のモデルになるんですけど、今回限定モデルとしてこちらのですねメッシュバンドが出てきました。でそれぞれですね、こちら今回ギブラブっていうモデルになっておりまして、各色それぞれ400本限定モデルですね。はい、こちらは数に限りがございますので、気になった方はお早めにチェックしていただくのがおすすめです。ではシルバーの方からいきますね。こちらですね、このケースの部分は先ほど あのネイビーの革バンドのモデルと一緒なんですよね。針もネイビー色になっていて、ケースはシルバーみたいな感じですね。でここにクリスタルガラスっていうの変わらなくて、メッシュバンドに変わったって感じですね。並べてみましょうか。こんな感じですね。かなりねやっぱ印象が違いますよね。メッシュバンドの方はねもちろん金属を使っているということで、全面的にこうキラキラしてるのでゴージャス感もあっていいですよね。夜とかにつけるのがいいんじゃないですかね。こうバーとかでこんなんつけてたらめちゃくちゃかっこいいと思うんですけど、つけてみますとどうでしょう。革バンドよりもやっぱりポシュッとしてますよね。頭良さそう。可愛いですよね。これこの針がただの黒じゃなくてネイビーでね、角度によって見え方が明るい青色だったり暗い紺色みたいな色に見えるのも表情がいろいろ変わって面白いなと思います。どうでしょうか、似合っておりますか。最後ですね、こちらのピンクゴールドの方いきます。こちらもケースは一緒ですね。こちらも並べてみましょう。さっきよりも結構顕著に印象が変わるんじゃないかなと思います。こっちはカジュアル感が強めなので、ジーパンに T シャツとかでもめちゃくちゃかっこよく決まると思いますし、やっぱりこっちはかなり嬉しいというかちょっとお高く見える感じになるかと思うので、やっぱ綺麗めの服装が合うんじゃないかなと思います。こちらもちょっとつけてみようと思います。はい、こんな感じですね。さっきの革バンドはバンドが結構赤って感じだったので、つけるの抵抗あるなっていう方もいるかなと思うんですけど、メッシュバンドはよりつけやすくなってるかなと思います。やっぱりシルバーはこうクールな感じになりますけど、ピンクゴールドだとこう女性の温かみというか可愛らしさがより出るかなと思います。デートとかにもいいんじゃないですかね。かなり可愛い。でこちらですね、あのメッシュバンドなってるのでご自分で調整が可能になります。こんな感じでね、マイナスドライバーがあれば調整自分でできちゃうので、最近ダイエット頑張ってますみたいな人はだんだんやっぱ手首も細くなっていくと思うので、そういう方も自分で調整できるのはありがたいんじゃないかなと思います。あとね、冬太りやすいんですよね。めちゃくちゃ手首むくんだりすると思うんですよ。お酒の場が増えたりとかもあると思うのでね、そういう方にもマイナスドライバーさえあればその場で調整できるので気持ちよくつけれるかなと思います。こちらの限定モデルに関しては限定ボックスがつくので、今彼女さんへのプレゼントに迷ってるよっていう人いいと思います。結構ねこうケースサイズが小さいっていうのと、場面問わずにつけれるデザインになっているので、どっちの色がいいかなってこう悩むぐらいですね。悩むとしたら本当にいろんな人が似合う時計だと思うので、プレゼントに本当におすすめできると思います。調整もできるしね。お気に入りのあったら教えてください。今回はアニエス・ベイの新作を4つご紹介いたしました。詳細については概要欄に商品ページのリンクを貼っておりますので、気になるよっていうモデルがあった方はぜひそちらからチェックしてください。そしてこんな時計を紹介してほしい、こんな機能が気になるなどの要望ですとか、今回の動画の感想ご質問などはぜひコメント欄に書き込んでください。そして最後にいいねボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。振り子すぎ。
終わり。